人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちとスイッチと40代プレイということですね。今回プレイするソフトは X-Force Genesis になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、いつものごとく100円で買った、100円のセールで買ったゲームなんですけどもね、ちょっと昔懐かしのシューティングっぽい感じだったんで、ね、懐かしくてプレイしてみたいと思いました。それでやっていきまーす。セレクト。日本語なんてよくわかんないですけどね。とりあえずまあ、なんとかやってみます。多分、牛舎こんなの牛舎だったよ。おー、すげえ撃つな、これ。気持ちいいっすな。あれ終わったのこれ。パワーアップよくわかんないけど。これでいいのか ?X ボタン押したらこうなりましたよ。うん。シールドライフがあるな。シールドってなんだろう?シールドを使うとなんかあるのだろうか。ただこれ味方と、敵と味方の弾の区別がちょっとよくわかんないですよね。お、これは、うん。はい。お、レーザー、レーザー。おー、いいね、いいね。いいっすね。これはいいっすね。気持ちいい、気持ちいい。でも、多分一定時間すると消えるんでしょうね、おそらくこれね。うん。で、右側に出てる、多分あのボタンに対応して、多分鍵マークするか使えない、多分使えないでしょうね、おそらくね、今はね。あれが多分解放されてると、多分使えるようになってくると思うんですけど、それだと結構きついんだよな、これな。なんもないときつい。まあ、けど音楽はいい。一応、一応簡単な説明を見たところではね、やっぱり80年代、90年代のシューティングをやっぱりちょっとリスペックしてるっていう感じだったんで、まあ、だから外国さんで、まあ、日本のシューティングゲームをこう、模してるって感じですかね、模してるというか、をちょっと参考にして作ったっていう感じみたいですけどね。どうやって出るんだ、これ。しかし、パーッとか全然パーッとならないと、これ。どうしたらいいんだ、これ。おお、やっと壊れた。私全然この右側のやつが復活してないんですけど、このアイテムというか、なんとかなんのかこれ。上入ってくるのこれ。ちゃうのか。これでいいのか。ん、よくわかんないぞ。これでボス戦かな。おお、おい、めっちゃ死んで やれちゃったけど。おほ、いやー無理、もうなんもない。そうだ、これ当たってるのかどうかわかんねえよ。あっかー、やべー、ライフが減ってる。え、なにこれ、アップグレード?え?なんで今この瞬間アップグレード?なんの?なんでこの瞬間に出た?変えた。なんでこの瞬間にこんなの出てくるんだろう?パワーショット。はい。パルスミサイル。まあ、とりあえず適当に狙いましょう。よくわかんない。こんなあるのか、これだとこれがあるのか、これかな。で、戻る。あれ?なんで今戻った?なんで?え?なんだこれ。やり直しってこと?いきなりすぎるわ。え、今度シールドないの今度。そうか、前のスコアを、あれか。ファンタジーゾーン的なことか。死んだ時に店から始まるってことか。
そういうシステム、そんなシステム聞いたことねえぞ。すごいな、まさかそんなシステムとは。じゃああのわけわかんないやつ使えないじゃん。じゃあもうボス戦使うの意味ないじゃん。これじゃあこれじゃあザコ戦はもう完全に節約ですよね。もうこうなったら。あ、なんか連射になった。そうか、そういうパワーアップなのか。なるほどね。いきなり死んだから、いや画面変わって、なんでいきなりだったと思うんだけど、ゲームオーバーとかないんすね。いきなりすぎるわ。やる敵がショップ画面出るって、なかなかのゲームだなこれ。ほんといろいろリセットしたい気持ちはわかるけど、ちょっと無理がありすぎない？さすがに。いくらなんでも。しかもボス戦がめっちゃ難しいんだけど、あれ。出し方、弾の。普通さ、ボムがあるんですよ。これボムがないんですよね。だから。ちょっと自分の時期のショットに金使っちゃったから、やべえな。はい。じゃあ2戦目。ここで使うしかないですよね。ここでもう全部使い切って、オプションを全部使い切ってこいつ倒す。これ当たり判定わかんないですね、さっきから。なんか点滅してくんねえかな、これ、ほんと。マジで。できれば。あ、倒した。え、終わった。何それ、めっちゃ弱いじゃん。ふざけんなよ。これでアップグレードしたらいいのか。そしたらまたあれか。この画面出るのか。あー、なるほどね。そういうことね。うん、うん。でも金がないな。無理だな。ターゲットバレットぐらい。これかこれかしか足せないな。足せます。これだけね。よし。そっか、時期のパワーアップが持ち越してことね。これじゃあ、これ。なかなか独特ですよね。そのパワーアップの方法とかも独特なんですけど。そうか、ハート取るとシールドになるのか。で、これ取ると連射がこう早くなる。磁気パワーアップは必要最低限のことね。だから。これあんまり使えないですよね、ほんとこれ。パワーアップ。できるだけ温存していくっていうのがベストな気がするな。そうじゃないと絶対に使えない気がする。まあけど本当に、なんか向こうさんって感じすごいしますよね。やってて感じるのは。これで横画面がこんだけ広いシューティングも珍しいです。縦シューっていうのもね、あんまないんでね。それはやっぱ避けやすくていいっすよ。まあ、その分敵とターンを長くす、ちょっと厳しいっすけど。これパップしたのかこれ。なんか赤くなったけど。ただ雑魚戦がね、なんでこんなに雑なの？もうちょっとなんか歯応えを感じていいんじゃないの？なんかもう。なんかすげえ歯応えないんだけど、これほんとに。なんか良さの都合かな、これ。なんかそこすごい感じるんですよね、やってて。爽快感ないことはないんだけど、なんだろうなぁ。なんかもうちょっと、この、うん、道中なんとかなったんじゃねえかなと思うんですけど。ボス来た？
これ BGM ですけどね、やっぱまあ向こうの感じですよね。もうなんか本当に。おお！そっから取れたらこっち攻撃できねえじゃん。ふざけんなよお前。これでいっか、しゃあない、使うわ、トラネコ攻撃使うわ、しょうがねえから。おいて、やべ、やべえな、また来んのかよ。もう一回使うわ、じゃあしょうがない。あ、終わったし。ちょっとバランス悪くね、このゲーム。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。 X-Force Genesis いかがだったでしょうか。まあね、あの向こうさんのシューティングで、うん、爽快感もある程度はあるんですけど、なんだろうな、もうちょっとなんか惜しいって感じですよね。もうちょっとなんとかあったりねえかなっていう、予算かなっていうふうにしかちょっと思うなーって思っちゃいますね。うん、そういう感想でーす。ということですね、またあのスイッチソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら物語だったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。